だってネロちゃんがこうやって殺されてる以上、慎太郎さんを黒で置けるんだから、俺はもうリンさんしか釣れないけどな。そうだよね。いや、いやでも、いや、フルブリない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 、俺はリンさん入れる。ごめんなさい、タップ無理です。リンさん、左の方で見てる。あ、あれ？あ、あ、お。はい、じゃあ次いきますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おい、2連敗だぞ。いや、3連敗だわ。最初インポスターで負けてるから。ぐぬぬぬぬ。人外をやらしてくれ。頼む。頼む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 。わっほー。もう何でもいい。あ、ゲンさん、俺、マリカまで大丈夫っす。ナイスー、ナイスー、ナイスー。貨物で赤目田さんが力つけてました。カロリーがもう。正しく言うと、貨物脇で赤目田慎太郎 WASD1 ミリも触ってません。よろしくお願いします。慎太郎はなんで力つけてんの？いや、赤目田さん頑張ったなと思って。ねぎらってました。はい、ありがとうございます。優しいな。リンさん、あ、リンさん、変身。素晴らしい。ああ、素晴らしい。マ、バイダルちょっと減らしました。うん、頭でかい人誰？あ、ハタサコのパンか。はい。ハタサコ宿舎置き？はい。うん。あ、宿舎置き。ああ、宿舎置き。即ダウンロードです。オッケー。重なって見えなかったけど、なんか頭でっかい人だけ見えたけど、そんな隙あったっけなと思った。ゲンさんの刀をイメージしてます。子供の遊び。停電の匂いがする。何やってんの、おじさん。あ、あら。はい。さん、はい。あー、はい、これ超直近です。ゲンさん展望デッキ。展望。うん。展望。なぜ超直近かというと、もう死体が倒れる瞬間だった。で、しばらく周りをうろうろしたんだけど見つからなかったんで。じゃあ、4城出ます。ほい。おまおじ、ハイブリ、誰だっけ、あと1人。ルコさん、赤目田くん。赤目田さんか。うん。の4人。あ、俺も含めて4人で、証拠右で手で触っていた人物なので無理です。ね、貨物で、梅剣が1人で触ってて2回勝ち合いましたね。どこで勝ち合ったか、真ん中で。っていうか、僕が一番最初に触ってます。はい。2回勝ち合ってると思う。真ん中に2回勝ち合った。うんうん、最後の3秒前か5秒前ぐらいに宿舎のドアを開けた人って誰ですか？はい。リンさんか。あ、はい。宿舎のドア。あ、宿舎。宿舎の下のドア。下のドア。はい。それをの音を聞いていて、うん、今ミーティングのはしごが上がってるところなので、リンさんに白出せます。じゃあハタサコとフルコンさん、あれで僕目線ハタサコ無理なんですよね。僕がシャワーメインエレキ降りるぐらいのところでハタサコがメイン右に行ってたかな、はい、それ違ったよね。それは違いましたね。そっち行ってるから直近やったらちょっと届かないかなっていう。シャワーアーカイブ右ぐらいまで行けてますね。逆に展望だったら俺も届かなくない、ハタサコ。メインベント以外は、メインベントは多分なくて、僕目線インポスターってほぼほぼ展望デッキからコックピットのベントで逃げてるしかないと思うんですよ。詳細な情報を話すと、僕とゲンさんで並走して、停電を直しにキッチン展望デッキって言ってるんですよ。
で、ゲンさんが先に展望デッキの配電盤前に到達したんで、僕は直さないでいいかなと思って重なっていたら、ゲンさんの死体がその瞬間倒れて、ただ停電中だったんで見えずに、うろちょろして3秒ぐらい経ったレポートなんで、犯人がキッチンから来てる可能性は僕目線ほぼないんですよね。弁当しかないと思う。コックピット側からの。じゃあ、リンリンゴってことですね。そう、僕目線はリンリンゴの人外が濃厚。一応、古畑もあるって感じですか？古畑もあるけど。どこのドアが開いてて閉まってるって言えるんですか、そのお二人は。しかし、私は言えますよ。リンさん。あ、私が多分いい。リンさんに聞いた。リンさんに聞いた。リンさんが下側なんですけど、それ以外がわかんないです。下、自分が開けたのは下だけです。まあ、全部開いてます。あ、全部開いてるんだ。あ、で、私はリンゴさんは見えてないです。もう下開けたのは開けてる。あれ？なるほど。確かに。ここのラインは怖いっちゃ怖い。ここのラインになった時に太郎が手かかったら おしまいだから。いや、まあでも。普通に考えたらって思っちゃうけどな。でもなんかここライン別に繋ぎに行ってる感ないから。やばーと思ってライン外してる可能性もなくはない。ほい、ライボー。ありがとうございます。まず今回定連僕が直してるんで、最後で真ん中を上げました。勝ちあったけど。あ、俺が最初に上げたやつに多分重なっちゃったから、慎太郎くんに最後任せているので、慎太郎くんが直してます。そう、だから僕のこれでまとめても否定されたんで、それを村目線お伝えしたくて、確認したいことがあって、畑底フルコンは、それ以外の人物に右側で見られてますか？いえ。あ、フルニキのことは、ハイブリが、もう初手の初手ですね。メイン脇、シャワー入って、アーカイブに入るときに扉を開けて降りてくるフルニキを見ているので、初手です。です、です。アーカイブからシャワーに行くときに、おまおじさんとハイブリさんかな、に会ってて、その後、そうか、シャワーでタオル入れた後、畑底に、メインシャワーにあったんですよ。で、その後、停電になったタイミングが、ラウンジ配線タスクダウンロード終了なので、15秒ぐらいの間に、メインからキッチンへ弁当とかで飛んでいって、展望デッキで切ってるだったら、フルニキはできるけど、ってぐらい。うん、でも、その場合でも、慎太郎さんがキッチン弁当を否定するんだったら、結局、だから要するに、僕のレポートの6秒前ぐらいに、ゲンさんと僕でキッチン展望って通ってるんで。メインキッチンの弁当で来る場合って多分僕を追い越して減産を切ることになるから、さすがに停電中では言っても僕が見ると思うんだよね、その場合は。だから僕が見ないってことはやっぱりコックピット展望からの介入だったらギリギリ見えないと思うんで。15秒じゃいけないよね、アーカイブシャワー館からキッチン展望までって。メイン通ってる人物がいるんだったらできないじゃないですか、うん、その秒数的に通ってる人物がいる、あるいはエンジン側からメインに来てる人物がいればできないっていう風に言えると思いますけど、仮に到達できたとしても慎太郎くんが塞いでるんやったらキルはできんのちゃうかな。いや、キルはそもそも慎太郎がいる時点でしてるから。コックピット側から切ってる、コックピット側が弁当に飛んで切ってる主張でしょ。あ、そう、僕目線ではね。あ、そうかそうか。だからキルがそもそもできないんじゃない、到達できたとしても。さすがにコックピットまではいけないと思うから。やっぱ慎太郎さんが白はじき結構してくれてる印象があるんで、そうですね、リンゴの方がちょっと怪しく見てます。今回宿舎全部開いてましたけど、なるほど、うん、宿舎脇で全部開いては確かにいました。で、まあ、停電中でリンゴが金庫室でお着替えやった後にダウンロードをしているので、ちょっとあれですけど、でもリンさんはリンゴさん目線めちゃめちゃできなさそうに見えるから、慎太郎さんが人外にしか、そうですね、金庫の中からドアを開けて出てるんですよ、リンゴさんが。だからリンゴさんをすり抜けて宿舎の下をドアを開ける方法がなさそう。白いな。で、この表の内訳聞いてえな。表の内訳聞いても2に入るだったら釣っちゃった方がいいんじゃないかな。ライン切り出そうとし、この2人釣るのはありだけどね。マジ？あら。なんか、決定的情報がある場合だけ教えてください。無限さんのキル。なければ、まずさっきのリンさんとリンゴさんに入った4票を聞きたかったっす。
あ、僕、リンゴさん入れちゃいました。僕も、慎太郎もリンゴ。ごめんなさい、リンさん。リンゴさん投票。僕、リンさんです。リンさんはハイブリも入れてます。うん。なんか、僕的に新章はリンゴさんがめちゃくちゃいいんですけど、ここローラーするのありなのかなとは思ってます、このキルに関してはね。慎太郎さんそんなんか白弾きしたいみたいな声もあるとは思うんですけど、僕は、まあ、慎太郎さんのセルフはなくはないかなと思ってるんで。いや、いいと思いますよ。うん、ただ、一応、釣り順間違えると僕目線負ける可能性があるんで。釣り順って言ったら僕は、新章だけで言うと、リンさん、リンゴさんの順で釣りたい。新章だけだけど。はい、そうですね、はいはい、私からはちょっと情報が出せるものがないので、私からはリンゴさんが見えてないけど、うん、私がドア開けたタイミングを言っているので、まあ、近くにはいたんだろうなぐらいしか正直分からない状態です。ただ弁当で飛んだっていう事実があった場合、リンゴさんがたまたまリンさんがドア開けてるところに遭遇したっていう可能性はまあなくはないけど、リンさん目線リンゴさんはあると思うんですね。ありますあります。そう、うん、私目線はある、下から私が扉を開けているの で、ただ一発目から白を出しに行った人物なので、はい、リンゴさんってリンさんに対してあの状況下で、だから俺はリンゴさんの方が心象はいいなっていうことで、リンさんから釣りたいと思ってます、はい、ローラーするんであればね。なるほど。まあただ私はリンゴさんが見えてないので白は出せないんですよね。だからいや出せる出せないの話じゃなくて、あの盤面って結局、はい、あの白出る人物がいればいるほど、誰が黒になるか分かる盤面だったじゃないですか、はい、その状況下で白を出そうとした姿勢がめっちゃ白いなと思ったんで、はい、もうさ、ごめんごめん差し込むけど、はい、リンゴさん目線でリンさんが厳しく、リンさん目線でリンゴさんができるって言うんだったら、はい、ローラーはやっぱり僕とリンゴさんになるんじゃない？そうなんですよね。うん、リンゴさんのローラーは結構リンゴ目線はやりたくない。まあ、でもリンゴさんがそれマットでやってたらちょっと嫌だなっていうふうには思いましたけど。まあその場合でもリンゴさんすればわかるんで、ミスレがあれば。確かに。慎太郎さん以外にないですか？リンリンゴのラインしか。ないはず。初号機で4白出てるん で、はい、で。一応ちょっと、最後、梅木さんの信任情報だけあるんで、一応言うときます、ね。今のやつですけど、メインあたりで見てます。畑さこ、赤目た、梅木の順でアーカイブシャワーメインと通ってるときに見てます。あ、僕が最後、メインから、俺、全部走ってます。慎太郎さんから入れますね、そしたら。俺はない、道連れないか見たいな。あら、いやこれでリンさん黒だったらごめんなさい。ゼロ、可能性ゼロじゃないんですけど、めっちゃ厳しいから。慎太郎さん釣ってください。なんだこの進行は、マジでこのローラーでもいいんじゃねえかって思っちゃうけどな。二人街追ってるって話は慎太郎さんから出てんだから、この二人街釣ってきゃ慎太郎さん的には丸いはずなのに、ローラー対象自分なんだな。だこれでまあ太郎のマットがないからか、太郎のマットがないから自分が自分を提示してんのか。うん、まあ、ローラーは変わんないけど。え？はい。はい。ワンシュタインなんだ。慎太郎さんがコメの中で切ってます。あら、はい。ああ、ならね、ロチャネ大丈夫だな。俺切れないけどね。さっきの切るね。どっちも。あ、今日僕から多分大丈夫です。僕からっていうか、もうこれはお土産なんで、慎太郎さんは確定で大丈夫ですね。うん、おーい。ですね。まあ、リンゴさんで道連れが発生してないんで、うん、で、リンゴさん別にリンさんが無理っていう主張だから、確率にインポスターが連れてます。で、このキルはおそらく、僕がインポスターでお土産をしたって論にすれば、無償でワンキルできるんで、僕別にネロちゃんでおしまいです。だから僕を釣った後にネロちゃんを釣れば、この村は勝ちです。うん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 。もう一回ちょっと、したいな。あ、リンゴさんが相方でってことね。そう、相方のパターンだから。あ、そう、僕目線もリンゴさんがこれでインポスター確定したんで。で、今、ネロちゃんが僕に吸ってるからもう、これで僕目線のみ完結。うん、そういうことね。あ、でも多分こうしないとネロちゃんきつかったと思うよ。だって俺が白軸になった場合って、僕を釣りをしたのネロちゃんなんで、村目線ラインが露呈していたんで、多分僕をインポスター軸にするしか、ネロちゃんが生存するルートがないと思う。でも最初だとしても、ネロちゃん、コミュサボ治ってからレポートしないかな。うん。あ、治ってないんだ。治ってない。てか、慎太郎さんがずっとコミュに待機していて、ドアが閉まった状態から待機していて、俺とおまおじさんで行って、おまおじさん2人入ったから、俺は出て行って、で、戻ったら発見なんで。まあいいや、お土産です。もうお土産です。本当に何とも言えないです、これ以上は。村目線は僕からでいいと思うよ。僕をすれば絶対に PP がないから。うん。ちなみに僕、ボタンないんで。もう一回話す場合は、はい。まあ、コミさんは治ってねえし。一応、さっきのターン、梅健さんは多分シャワーより上行ってると思います。そこら辺ですれ違ったから。うんうんうん、メイン内のキルはないです。ハイブリが全部通ってて、あの、小部屋とかは見てないけど、停電中だったので、
あ、シャワーの手前まで行ってる、はい。ただ、扉閉まってた気がするのよね。暗室とかは俺とリンゴさん、赤目田とリンゴさんで塞いでるから、多分メインの小部屋とかは。ない。あ、OK です。そう、切ってます。実地点。じゃあ、他、浮くのって誰だ、それになると。僕はエレキです。エレキ回ってきた。ん？右が貨物回りで。いや、あ、メインシャワーはその後エレキです。ああ。まあ、もう一回リンネロとかを含めて、また話聞ければ。うん、まあ、あと狂人地探したいですね。まあ、ネロちゃんを釣ってほしいね。なんか、コスパ悪いからで、白で置いてほしくないな、という感じです。ムサボ、直してほしいな。ムサボは、なんか俺はまだ直ってないかな。近かったら行く。はい、はい、はい、しました。今どっちが直しました？一番最初に、あ、そうなの？わかんない、どっちだろう。いや、僕が一番最初について直し、あと後ろに誰来たか分かってないから、うんうん、ごめんなさい。二番手が僕で、はいはいはい。方が早く直したかなとは思ってるけど、はいはいはい、まあ、わかんない。いや、巨人がないのってハイブリさんと俺なんですよね。その、うん、ゲンさんが死んだターンにハイデンバを見ていて勝ち合ったっていうのを話してるのが僕とハイブリさん。あ、ね、俺はどっちかって言ったら、その後に慎太郎が直したターンで見てるかな。慎太郎と勝ち合ってる。あ、貨物で、あ、まあいいや、まあいいや、うん。まあ、2番と3番で勝ち合っていっていいって話だったんで、うん、巨人がないのが僕と、あと赤べったもいたよね、あの時入ればいいね。でも俺、触れてないんすよね、あの時。あのね、俺今回直した自覚があるってことだよね、どし、ね、直した自覚はある。うん。まあいいや。で、梅健さんの話をした方がいいですね。フルニキが死人してて、メインから上がってってる、シャワーの方に行ってるんやったっけ、亀田くんが言ってたのは。そう、僕はアーカイブからシャワー入るときにシャワーのタオルタスクぐらいに動いてる梅健さんがいたから、フルコンさんと称号合わせると多分、まあ、降りてきてないんじゃないかなーって、最終、ハイブリさんがメイン動い、うろちょろしてるなら。うん、で、畑迫くんがエレキにいるっていうのは、はい、これは誰か他の人から出る？は出ないはずですね。シャワーで勝ちだけやってメインの、メイン電気って言って上げ上げをやってました。上げじゃない、下げ下げかやってました。メタさんは抜かしてない、うん、抜かしてないかな。メタさんは、うん、抜かしてない。でリンさんと赤目田くんが一緒に暗室にいたんだっけ。いや、僕はリンゴさんだったんですよね、ごめんなさい。あ、リンゴさん、はいはい、リンさんだったんですよね。私は最後の最後に赤目田さんとシャワーとメインの間ぐらいのとこですれ違ったぐらい。あ、それはあれです、コミサボのあったターン、慎太郎さんを釣ったターンなので、今別の話をしてます。ただそのターンはコミサボ中なのに、うん、メインシャワーっていくリンさんがめちゃくちゃ黒く見えてるかなっていうのが実施点。ネロちゃん全然釣る気ないですけど。ない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 。あ、俺もない。で白軸で行った時に慎太郎さん黒軸になったら、でも結構リンゴさんとリンさんって結構白くなるのかなと思ってたんですけど。いや、そんなことは別にないけどね。だけで言えばないかな。まあ、あのキルは、梅剣さんキルに関われないのは誰なんですか？いや、梅剣さん、いや別に慎太郎さんも多分何も言ってないから梅健さん切れる。いや、そのターンに白出せる人いないのって話。いないいない。ないし。白出せない。俺は死んでるね、いた人は。俺もリンゴさんだけ。いや、わからんこれ。わからん。でも俺気持ちリンゴさん黒い。でやれるな、普通。そう、神様が。わからんこれは。タスク無理かな。俺結構遅い方だと思うんだけど、無理かな。アドミン見るか。これは。タロで1釣れてるとはいえ、マット否定ができてない人が多すぎて、マット生存のパターンしかほぼないから。やめよう。いや、まあそうですよね。うわー、いや、まあそうか。リンゴさん白軸で見るならリズさん対抗の黒だわ。いや、そうなんよ。メロちゃん、
フルニキは絶対無理かな。同じく。で、僕も配電盤見て、真ん中最後に下げた。一回勝ちは。ああ、そうですね。私が重なっちゃったの。変更できてます。どこで直しました、はい、フルコンさん。あ、僕らは昇降機右です。あ、昇降機右。はい。いや、ジンフルコンハイブリで昇降機右で勝ち合ってます。はい。私も展望デッキで勝ち合ってます。停電前ぐらいかな、多分カメラちょっと見たんですけど、うん、アーカイブにハイブリさんがいるのを見て、貨物から上に上がっていくネロちゃんを見たんで、うん、見てないですかね、フルコンサートハイブリさんは。俺は見てないね。停電、アーカイブ、ね、そう、アーカイブで本タスクやってたんやけど、本タスク中に停電になってしまい、ですぐに昇降機右に行こうとしたら、扉開けようとしてるときにフルニキが来たので、そう、僕がハイブリさん追いかける形でアーカイブ通ってはいるから、アーカイブの右の方でキルしてない限りは、アーカイブではないかな。うん、で、その後、停電中、最後、5秒前ぐらいにバイタル見た時にはもうすでにネロちゃん死んでたから、あ、停電中のキルではあると思うんで。じゃあ、リンさんが勝っちゃったのがほんまやったら、アカメタ君しかないけど、ハタサコとして。あ、ハタサコさん、びっくりした。アーカイブラウンジ付近かなと思うんですけど。うん、あ、このカメラはあってんすか？カメラあってんだったら普通に貨物とか付近にいるリンさんが僕は濃いかなーって。片迫さんのカメラ、片迫さんがカメラにいること自体は真なんですもんね、これ。確かにアーカイブで俺は本タスクしてる。それはあってる。リンさんって貨物にいるんでしたっけ？あ、違います。展望デッキですよ、私。展望？あれ？あ、展望で買っちゃったのか。うん、展望で買っちゃってます。でも僕はリンさんを押すしかないかな、結局。まあ確か僕が先に勝ち合ったって言っちゃったんで。まあでも誰かが、うん、ただ僕はカメラでは見てないですよ。見てます。カメラでは見てないですよ、リンさんのことは。貨物で。ああ、うん、オッケーです。ごめん、俺の聞き間違いだ。ただ実践、どうしてもね、込み直した自覚が僕があるので、畑さんのマットも一応僕目線ギリを追えるから。確定なら。で、フルコンハイブリのさすがにはないと思ってるから、ローンをしなきゃいけなかった。リンさんかな実践だと。なるほど、ね。タスクは無理です。太郎が強い。え、無理。え、タスク、厳しい、ごめん。ちょ、いける。めちゃくちゃ厳しいです、僕。まあ、いやごめん、先に言うべきだった。くらいでいけるかな。だってネロちゃんがこうやって殺されてる以上、新さん、新太郎さん黒で起きるんだから、俺はもうリンさんしか釣れないけどな。そうだよね。いや、でも。フルグリワンじゃないかな。いや、フルグリない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 。俺はリンさん入れる。ごめんなさい、タスク無理です。リンさん、左の方で見てる。あ、あれ？あ、あ、お、マジで。いやー、マジか。ごめんなさい。いや、結論合ってんだよな。ごめん。結論合ってんだよな。待ってくれないと俺きついんだけどな。あー、ごめんなさい。いや、すごい。あれでーよく聞くと。あー、申し訳ない。タロの量が強すぎる。マジか。マジでやべえと思った。冷静じゃなくなっちゃった、俺。あ、そっか、畑さんのマットか。そうか。あ、素晴らしい人外連携でした。素晴らしかった。危ねえ。いやいや、リンさんも最後まで頑張ってましたよ。いやー、大丈夫でした。カメタ君が全然違うってこと。今の。今、メタちゃん入れてれば。なるほどね。いや、強い。まあ、僕目線は、その、小手セルフしたら、相方が容疑者として入ったんで、ああ、終わったなと思ったんですけど、うん、意外と。そうですね、ネロちゃんと戦って、ネロちゃんが白出してる、リンゴさんから白出してるまで言って、白取れたらいいなと思ったんですけど、うん、ネロちゃん切っちゃったんですよね。ダメだった、ごめんなさい。